家を断捨離してキャンピングカーで日本一周をしている片方高校のガチャです。今日はシェル部分のシートの下の中にいろいろ装備があるんですけど、その中のできる範囲の中で掃除をしたいと思います。まずはうちは掃除機がありますので、こちら、これ掃除機なんですけど、これでウィーンと掃除をしたいと思います。はい、まずはシートをいろいろ分解をしないといけないので、このクッションを外していきます。ここゴミがあるので一度掃除機をかけます。はい、これが掃除機でございます。今度はここの板を外します。中にいろいろなものが入っているのが分かりますね。さあ、こちらも取ります。おまけでこっちは取ってみました。こっちはサブバッテリーがあります。真ん中のここの部分は 100V に変えるインバーターがあります。この黒いのが走行ヒーターといって、走ってる時だけあったかいのを出してくれるものですね。この銀色の箱が温水タンクになっています。60度近くまで上げられることができますね。それと冬に必須な FF ヒーターがこちらになります。ちゃんとベバストのマークが入ってますね。それでは掃除をします。はい、こんな感じで、まあ、簡単になんですけど、掃除機を使って中の掃除をします。本当にこれ半年に1回とか3ヶ月に1回ぐらいのレベルで大丈夫です。ちなみにうちは後ろの部分に走行中人が乗ることがないので、シートベルトは全部中に入れてますけども、乗る場合はシートベルトを出すようにしています。はい、以上です。